毒画は、長目毒画下に分類されるが及びその総称である。北海道、本州、四国、九州。全長水点4から1.7センチメートル、メス1.9から2.2センチメートル。羽は、褐色で、全身に、濃色の縦縞と先端部に黒い斑点画につい入る。幼虫の体色は黒く、背面に、オレンジ色の筋模様が入る。 未例以降の幼虫は、鋭い毒針毛を持つ。成虫やサナギに毒針毛は生えていないが、幼虫の毒針毛が付着しているため、触れると、毒針毛による被害を受ける。毒針毛が、皮膚に触れると、赤く腫れ上がりかぶれる。かゆみは、数週間続く。毒成分は、タンパク質で42度以上で5分以上保持されると、熱変性を生じ、下毒される。 虹林などに生息する。成虫の発生期は6から8月。植生は植物食で、幼虫若き、コナラ、ハマナス、イタドリ、桜などの植物の葉を食べる。成虫は何も食べない。繁殖形態は卵生。卵にも成虫の微毛から毒針毛が付着し、そのため不可ごまもない幼虫も毒針毛が付着する。幼虫の状態で、 集団越冬する。実はこの毒心毛は孵化後には幼虫時代の時の実に発達し、さなぎの時には眉の周囲に毒心毛を張り巡らし、浮かした後にも毒心毛を羽に付着させ、散乱する時にも毒針毛を卵の周囲に張り巡らせる。ガの多くは幼虫時代は有毒種でも、成虫になると毒を持つことはなくなるが、毒ガや茶毒ガの場合は、 一生のすべてを毒で武装して身を守る。蒸気の植物を食害する害虫。また都市部などでも植樹などに生息し触れる。または風に毒心膜が飛ばされることで直接触れなくても毒針毛による被害を受けることもある。被害を受けた場合は、毒針毛が皮膚に深く刺さらないように幹部をかきむしったりせず、セロハンテープなどで付着した。 毒心網を取り除いたり患部を冷水で洗い流す。駆除した生態は放置すると風により毒針毛が散布される可能性があるため土に埋めるのが良い。なお、毒成分はタンパク質で熱変性を生じる。従って洗い流した後で患部を42度以上に5分以上保持して解毒することができる。ありがとうございます。